阿南氏は、大神これ元次男の阿南おもんみきを外する文語国の氏族、十世紀中頃から文語国のシ穂田を治めた。文語国でも最も由緒のある聖子の一つであり、文語の名家として近代に至っても陸軍大臣や中国大使などを政財界に輩出している。古事記、日本初期、新先生史録山徳につかみ別の大宮朝信条によれば、 すすけのおゆういのちの出雲族である、大三わ神社の大物主を外する、大和と国の大神氏から、大神これもとを、暴流の外する、文後大三わ氏が始まったが、阿南氏は、その次男であった大三わおもみきが、文後国をいた軍阿南里に従して、阿南を名乗ったことに始まる。文後大三わ氏の主流三十七氏のうち、阿南氏、大野氏、三大氏の三氏は、 誕生してから900年以上の歴史を持つと見られている。阿南阿南和名将文語国大た軍に阿南座党を治む中世以降阿南省あり。文後国田町、大友文書等に見ゆ阿南氏は、これの地よりを懲りししにして、文後大庭氏の族、大藤大部、これ元の自死域、初めて阿南氏と称す。大庭系図、藤林系図等に見ゆ 志向して息は多くおもんみきに作り、阿南二郎とみゆ。大田良、聖子家系大辞典阿南氏を含む文後大和氏は、主人天皇の御世に、大和君政を、天武天皇の頃に、大和阿孫を賜ったという。そのため、大和大和氏の流れを組む一族とするのが、有力である。大和国が、初期石関政治の形態であった、任那二年、大和大和氏の分流である。 大神義臣は、文後助を認じられた。また、その前世をしたった領民の願いにより、任期後に、その子、初期が、王の軍領として留められた。その子の大神これ元が、文後大宮一族の子祖とされている。このこれ元は、平家物語や、源平清水記に見られる、祖母だけ大明神の身体である蛇が人と交わって、子が生まれたという伝説、王な学伝説の、 花五本とおろちの子、赤狩り、大太都のことである。これもとは、阿南氏の子祖である次男おもんみを含む五人の子息を、文語国の要所に腐食し、文語南部の大部分を、勢力圏内に収める。その子孫は、豊かな土地や、山林のほか、良好による、海運業、阿蘇、大野の高原に牙を養い、平安末期になると、九州でも最も大きな武士団を形成し、 源平合戦ではその名を轟かせた。自称四年の源の頼朝挙兵後、文後国内に分散して、在地領主化しつつあった、文後大宮一族、阿南、佐伯、王の、尾形の諸子は、源氏側に組みすることとし、親兵士法として行動した、宇佐宮と公然と戦いを交えた。中でも、尾形これは、宇佐ぐ領尾形方の将官であったが、平家の都落に際し、 一族を率いて、この平家を大宰府から会場に追いようとした。さらに、源の範頼の都会を助けて、九州統治の道を開き、兵士の没落後、これ吉の子、これ吉を中心とする、大宮一族が圧倒的な勢力を確立した。しかしこの間、宇佐氏による尾形氏らに対する策傍もあり、文治元年、源、義常の藩に従ったこれ吉は遂に失脚し、 流罪となった。ただし、この時、これよしと運命を共にしたのは、直接の親子兄弟だけであって、みたい阿南、上田、とつぎなどの大庭系や、大野軍に万居した、小型一族は、これよしと行を共にせず、勢力を維持した。その後、文後国史から、文後大三和史の歴史上の出来事では、源の頼朝の鎌倉幕府が文後を大友義直に与え、 1196年には、吉直の弟である、古将士郎重吉が、文後入りしたので、文後大宮一族は、鎌倉武士団に激しく抵抗した。中でも、阿南市当主である、阿南忠家は、高崎山城に、弟の阿南家近は、鶴田城に、王の旧大元は、上角寺城に立てこもり抵抗したが、文後守護職に不任された、中原近吉の派遣した源一致に敗れ、 おもんみや、いえちか兄弟は討ち死にし、たいもとは自害して果てた。抵抗拠点となった城などは平定門にそれぞれ、大友氏の所領となり、文後支配の基盤となっていった。また、阿南氏が漁していた、大分氏領全独に広がる上田、宗方一帯は、大友支配下の安藤氏が所領することとなる。阿南ただけの着難南元家は並来合合に逃れ、以後、修治の代まで、 なみ合いを称した。しかし、修士の抜士の元手が、大友貞宗に随従し、再び、阿南を名乗っている。以後、阿南氏は、大友氏に従い、干渉六年、大友近し茂げが筑前に軍を進めたとき、南部の軍部領として、馬券岩木で戦死。戦国期の忠金は武勇に優れて、弓の神手とされ、大友氏に従って、数々の合戦において、 軍港を表し、感情を、数通受けている。また弟の弟海守るれ霊きは、永生6年、大友義明の命によって、滋賀氏の寄り木となり活躍している。忠だの子おもんみえいは、天文19年、入りたしんなりが文語を体育にするとき、これに従い討ち辞にした。おもんみえいには4人の男子があり、着難のおもんみえいは、父と行を共にして、 小松城に立てこもって内死にしている。抜士のおもんみ勝ちは、大友氏に従って、数々の戦に功を挙げたが、主家である大友氏が没落したことから、中川家に仕え、文禄二年には、桃石の治行を賜ったことが、系図に記されている。阿南一族は、代々部門の誉れが高い文語の名家として続き、太平洋戦争終結の午前会議で、 ポツダム宣言の受諾に反対しつつ、陸軍の暴走を抑えて終戦に持ち込まれたのを見届けた後、死を潔しとして活腹自殺を図った陸軍大臣阿南コレチカも大庭系阿南氏の末裔である。奈良時代末期以降、実名と在所の名称を利用した字を使った名の併用が普及し、二種類の名が付いていることがある。大神これ元を文語大庭氏系政とする。 文後大宮氏は、高町市郎、阿南氏、臼杵氏、大野氏、脇田氏に分かれ、最終的には、三十七氏に分かれたと言われている。なお、阿南氏からは、文後大原氏、大津流氏、竹宮氏、文後橋詰氏、臼杵氏からは、尾形氏、佐賀氏、筒木氏、佐柄氏、大野氏からは、旧毛氏、各氏、四季都市、大武田氏、冷屋大野氏、脇田氏からは、 ゆき氏、ろ吉氏、吉よしなどが分かれている。ただし、鎌倉時代以降は、旧毛氏のように、大神氏と大友氏の双方で、同じ氏が存在する場合がある。阿南神社の拝殿と天井。阿南層の一つで、ひとしきが8世紀に創設したとされる六所権言。付近には、金龍山妙覚寺もあり、神仏集合や、山岳信仰。 高千穂の祖母山信仰の色合いもある。拝殿の天井には、八方女法違反のようなものがあり、中国の道教や疫学、平安時代の陰陽道の影響が伺える。拝殿は南向きで、ちょうど、大神これも都庁難で、阿南次郎兄の大神正寺が治めた、日向国高千穂にある祖母山の方角である。天正の戦で全勝したが1670年に再建された。 1872年にに解消して阿南神社と呼ばれている。現在の社殿は1882年の造営。12月に甘酒祭りが催される。久し大本仙天神山駅から徒歩約8分。大分県伊布市庄内町旗田117。ありがとうございます。